ご、はい、ご視聴いいただきまましてありがとうございます丸神です丸で、えー、今回はですね、えー、自分が現在使っているウルトラブックのリカバリーディスクを作成していきたいと思います。まあ、一応ね、動画にしておきたいかなと思います、えー。現在自分が使用しているのは、今こちらの画面に映っている、えー、Webmart 限定カスタムメイドモデルの WU1 スラッシュ M っていうモデルになります。えーまあ、こちらの方の動画はまだ出してないので、まあ、いつか出したいと思ってます。一応動画は撮ってます。 で、えー、こちらですね、えーまあ、カタログモデル、店頭販売モデルですと、えー、UH90 スラッシュ M というモデル、まあ、上の方ですね、こちらの方のモデルとなります。まあ、特に変わっているところは、まあ、こっちがね、えー、自分で自分でカスタムメイドできるっていうだけです。はいそれだけです、えーまあ、こちらの方ね、えー、購入した時にリカバリーディスクとかがついてきてなかったので、えー、別途まあ自分で作るっていう感じになります。 まあカスタムメイドモデルですと、えー、あらかじめ富士通さんに作ってもらうということも可能なんですけど、まあ、そうするとね、無駄にお金かかっちゃうので、自分で作りたいと思います。まあ、あとはね、えー、C ドライブから直接リカバリーするっていう方法もあるらしいんですけれども、まあ、一応ね、えー、作っておいた方が安心ということで、えー、作っていきたいと思います。はい。えー、ということで、早速やっていきましょう。じゃあ、一旦 Chrome は閉じて、あ、もう出てますね。 え一応やり方説明しておきたいと思いますよいしょはい、えー、まずはまあ検索とかでいいんですけどバックアップナビっていう、えー、富士通のアプリだと思うんですけど、まあ、そちらを立ち上げますそうですね富士通のソフトウェアです、えー、まあ富士通の、まあ、ライフブックとかじゃなかったらここがまあ別のソフトっていう感じになりますね えまあこちらです万が一のパソコンのトラブルに備えてデータのバックアップを行いましょうということでマイデータのバックアップとパソコンの状態のバックアップができるっていうソフトになります、えー、こちら立ち上げますと、まあ、バックアップすると復元すると管理っていう3つ出てきますで、まあ、バックアップは普通に、まあ、自分の写真動画ドキュメントファイルとかをバックアップするっていう機能で であとパソコンの状態のバックアップは今現在の状態を、ね、バックアップしておいていくっていう感じになります。なので何か不具合が起きた時とかこれ使うと、えー、気軽に復元できます。であと復元するはまあ先ほどのデータの、ね、復元っていう感じになります。で最後管理なんですけど、えー、こちらですねマイデータの管理とかパソコンの状態の管理とかリカバリーディスクセットの作成っていう感じになります。 ののものがありますで今回はリカバリディスクを作っていくのでこちらリカバリディスクの作成を選んでいきます。で、えー、そうするとですね、えー、書き込みに使用するディスクの種類を選択してくださいという感じになりますで。ディスクセットはリカバリーディスクセットですねで書き込みドライブが DVD ドライブとなってるんですけど、まあ、こちらの機種ですね元から、えー、ウルトラブックっていうことがあって、えー、DVD ドライブとかブルーレイドライブっていうのが付いてないので、えー、別途自分で 外付けのものもを用意すする必要があります自分はですね、まあ、これも動画にまだ出してないんですけど、ロジテックの DVD ドライブを使用しているので、そちらの方を使用していきたいと思います。で、書き込みに使用するディスクの種類っていうことで、DVD-R と DVD-RDL っていう、まあ、2つ出てるんですけど、まあ、これは自分が DVD ドライブを使ってるからであって、ブルーレイドライブとかの人はブルーレイも出るのかな多分そうだと思います。 でそんで必要枚数ですねこちら6枚となってますので6枚用意しておきましょうで次へ押していただいてそうするとステップ2ですね作成するディスクを確認してくださいっていう感じになりますでディスク一覧がこう表示されます一番最初の場合はこちら全部チェック入れておきましょうでリカバリデータディスクは1回だけ作成できるということで こちらなくしますと非常に大変になりますので、まあ、そこだけ注意しておきましょう。で、えー、次へですね。えー、次へは、まあ、こんな感じとなってます。はい。で、ステップ3ですね。ディスクを作成します。次の内容をご確認くださいということで。 トラブル解決ナビディスクの作成を行います。ディスクのレーベル面に次のように記入してください。ということで、えーえー、ここに記入,記入する必要がありますね。後で見たときに分かんなくなっちゃうので記入しましょう。ということでちょっと記入します。はい。えー、ではねボール、えー、マジックで記入が終わりましたのでやっていきたいと思います。 ドライブにディスクをセットしディスクが認識されるまで10秒ほど待ってから開始をクリックしてくださいということです今入れました、はい、でこれでディスクが認識されるまで待ってから開始をクリックとでディスクをセットしたときに、えー、次の DVD とかに行う操作を選んでくださいという画面が表示された場合は何もしないをクリックしてくださいということです えー、特に来ないかな来てるかうん、たぶん大丈夫ですね。えー、とじゃあ、開始をしていきたいと思います、はいえー。メディアに書き込みを行っていますということで、えー、おお、動いてますね。DVD ドライブ動いてます。 えまパソコンからなんか紙がこうピョーンって出てってくるくる回ってる DVD ドライブにえ入っていくっていう感じですねはい、まあ、こんな感じで行ってってます、えー、書き込みの最終処理をしていますということで結構早いですねうん それじゃあ一旦終わるまで切りたいと思いますは,いえーではね、1枚目のディスクの作成が終了いたしました、えー、では次にリカバリデータディスク1の作成を行うということで、えー、先ほどと同じようにディスクのレーベル面に記入してから入れるという感じです、えー、この感じで、ねえー、全て作っていくようですということで一旦全部作り終わるまで、えー、カットしたいと思います はい。ということでですね、リカバリーディスクの作成が無事終了いたしました。えー、今回初めての作成ということで、えー、6枚作ったので、えー、とんでもなく時間かかりましたね。えー、多分ん2時間以上は余裕でかかってましたね。3時間くらいかかってました。えー、まあ、そうですね、今回使ったのが外付けのあんまり良くない USBDVD ドライブっていうことで、まあ、そこでね、時間が多少かかったっていうところは、 大きかったと思うんですけど、まあ、やっぱりウルトラブックとかね最近は DVD ドライブとかついてないモデルが結構多いですのでこういった外付けの USB のやつをね使うっていう場合が多いと思いますので時間に余裕を持って作成するようにいたしましょうもしね途中で何かあったりするととてもね大変になってしまいますのでできれば一気に続けて作っちゃった方がいいのでねやっぱ時間のある時 まあ例えば祝日だったりとか休日だったりとかまあそういう時にやっぱり作るってことが大事になってくると思います、えー、ということでですね今回無事リカバリディスクセットの作成に成功いたしました、えー、まあメーカーで作ってもらうのが一番楽でいいんですけどまあそうするとね、えー、すごいお金かかっちゃいますし、えー、こういったね普通に DVDR とかだったらまあ1000円くらいでねまあ自分が今回買ったのは1200円ので特価で え入ってたやつで50枚セットだったんですけどまあそれくらいでね買えるので、まあ、その方がまあお得だと思いますまあ時間とかねそういうこと考えちゃうとまあうんまあ、微妙っていうところもあるかもしれないんですけどまあそんな感じですねはいということで今回の動画はこれで終わりです、えー、今回の動画ちょっとでもね参考になってもらえば、えー、ありがたいとも、えー、いいと思いますということで今回の動画はこれで終わりですご視聴ありがとうございました